はい、皆さんこんにちは、浦和律史です。今日はひまわりを使った可愛いアレンジメントを皆さんに紹介したいと思います。もう夏といえばこうひまわりというぐらいね、夏を代表するお花です。なので今日はしっかりと皆さんにこうね、ひまわりの可愛さをアピールできたらと思います。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、今回もこちらのこの器を使ってアレンジをしていきたいと思います。このタイプの器はアレンジするのははっきり言って難しいです。というのは器にねこう頼れないので、全てのデザインをこの中でしていかなければなりません。では早速いってみましょう。まずはこのひまわりを入れていきます。ひまわりこう葉っぱがついてますけど、今回は葉っぱはもう全てこう落としていきます。まっすぐ上を向けるとこうお辞儀しちゃうんですね。なのでちょっとこうひまわりの顔が上向くような感じで刺していきます。こんな感じですね。でここでナルコの葉っぱを入れていきます。はい、ここで今度は手まり草を入れていきます。はい、では今度このちょっと色の変わったコリンのひまわりを入れていきます。裏側にも入れていきましょうね。はい。リューカデンドロを入れていきます。次にこのヒペリカムを入れていきます。非常にこう赤のね、鮮明な赤の綺麗なヒペリカムですね。次にこのアンスリウムのグリーンを入れていきます。で最後にこのグロリオサを入れていきます。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。こうひまわりのねこう可愛さが360度でこう360度展開で見れます。どこからでも可愛いです。一応正面はここですね。ここで作りましたね。はい、では皆さんぜひねこの夏の
代表するお花ですので、アレンジメントを夏の間中で一度でもいいから作ってみてください。まあ、ひまわり見たら余計暑くなるかもしれませんけど、まあ、でもね、夏って感じじゃないですか。なのでぜひぜひ作ってみてください。ではまた次回、アレンジメントか花形でお会いしましょう。 See you next time!